こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。はい、今日は任天堂モバイルの公式 YouTube チャンネルさんの方で動物の森ポケットキャンプの新情報が公開されておりました。はい、今日はその、ね、詳細についてお話ししていこうと思います。まずですね、サービス終了は、まあね、今までもアナウンスしてた通り2024年11月29日の0時までということですね。あと1ヶ月ということです。本当に寂しい。そして新しい動物の森ポケットキャンプの名前が発表されました。動物の森ポケットキャンプコンプリートというものらしいですね。発売予定は2024年12月3日ということで、結構早めの発売になっているのかなと。終わって結構すぐですもんね。はい、ということです。これは嬉しいなと思いました。すぐに次のゲームができるというね、引き継げるみたいなので。そして詳細がゲームの内容、引き継ぎの方法、新しい要素という感じで、はい、説明してくださっておりましたので、まあね、でもね、私たちからすると、まあ新しいね、そのゲームの内容はもちろん知りたいんですけども、できなくなるこちらですよね。できなくなること、これの方が気になっていたと思うんですね。私もこれがすごく気になっていたので、なのでこちらからちょっとお話しさせていただこうと思います。できなくなることは、まずリーフチケットがなくなってしまう。そしてポケモリ友の会という課金のね、コンテンツがなくなる。そして通信を使ったフレンドさんとの遊びができなくなるということで、まあ、こちらはね、まずはリーフチケットが本当になくなるので、持っている方はポケットキャンプ終了前に使い切ってくださいということでした。そしてポケモリ友の会の課金のコンテンツはもうそのままなくなります。そしてね、フレンドさんですよね。フレンドさんとのやり取りがもう全くというか、その今まで通りのものはできなくなるので、バザーに出して誰かに買ってもらう、誰かが出したバザーの品物を買うというのはできない。そしてギフトのやり取りもできない。これが一番寂しいなって。あとは言ってはいなかったんですが、フレンドさんのキャンプ場に遊びに行く、遊びに来てもらうというのもできなくなるということですよね。はい、これができなくなるのはね、ちょっと寂しいんですけれども、でもできなくなるんですが、フレンドさんというものはね、引き継がれるそうなので、そちらのこともね、説明されていました。それがこのマイキャンパーカード、これがユーザー1人につき1枚だと思うんですけども、作れるらしいんですよ。マイキャンパーカード、これは自分の写真をまず撮ってカードを作るらしいんですね。ゲーム内で動物さんと一緒に撮れたりするんですね。でこちらを自分の QR コードがあるので、これをお友達のスマホで読み取ってもらうと、自分のこのカードがお友達のゲーム内に登録されるらしいんですね。そうしますとフレンドのカードというのが集まっていくと、コレクションになると。なので、まあ、たくさんのフレンドさんのこの QR コードを読み取れば増えていくらしいんですね。自分のフレンド、多分キャンパーカードみたいなところにだと思います。こんな感じでこうね、増えていくらしいんですね。で今までフレンドになってね、くれていた人、今までのフレンドさんも引き継ぎはできるらしいんですよ。で、それはどうすればいいのかというと、今、まだね、今までのあるポケットキャンプを終了、サービス終了までに遊べばいいらしいんですよ。うん、だからまあ、毎日遊んでるという方はね、そのまま遊んでいれば大丈夫。で、まあ、最近やってないよって、ログインもしてないよっていうユーザーの方は、一度多分、ログインして遊べばいいんじゃないかなっていう感じではありましたね。そうするとフレンドさんのこの引き継ぎ機能ができるようになるという感じだと思います、多分。なのでこのカードはスキャンするというのは、新たに友達になりたい人って感じかなと私は思いました。うん、一応だからフレンドさんというね、そのコンテンツはそのままあるらしいですね。うん、まあなくならないんだったら寂しさもちょっと半減しますけどね。ギフトのやり取りとかができないっていうのはね、そこら辺がやっぱりちょっと寂しいですけど。そして今までと同じコンテンツが課金なしで使えるようになるとも言ってました。こちらダイアリーコース、お手伝いコース、家具服大好きコースの課金のサービスの一部を新しいコンプリート
版の方でもご利用いただけますと言っていましたので、でこれの内容がね、動物を連れて歩く、はい、こちらお手伝いコースですね、私も入っていますけれども、でこの連れ歩きができるということらしいです。そしてレイアウトの保存もできる、ダイアリーのデコレーションもできるんですね。これはダイアリーコース入ってないと今まではできなかった、だから私やったことないんですよ。でもこれもなんか一部できるようになるらしいです。これちょっと楽しみですね。そして、まあ、新しい要素という説明もありました。こちらはリーフストーンというものができるらしいです。リーフチケットがなくなる代わりにリーフストーンというものができまして、なんかねいいですね、リーフストーンで。これを集めるのはチャレンジ達成とかね、なんかベルでも交換できるって言ってました。うん、だからこれは集まるのかな、遊んでいれば集まるのかなという感じですね。このリーフストーンでできるのは家具を作るときに時間を短縮したり、家具の購入もできるって言っていました。うん、ただクッキーを買うのに使うわけではないみたいなんですよね。今までのリーフチケットみたいなものはコンプリートチケット、こちらみたいな感じで話されてましたね。はい、コンプリートチケットというものがゲームを遊んでいると手に入るらしいです。そしてそれでクッキーと交換したりできるのかなという感じでしたね。うん、だからクッキー、フォーチュンクッキーはなくなるわけではないらしいので、それは私も結構気になっていたので、うん、なくならないなら嬉しいなと思いました。そして新しい場所ができるらしいです。口笛峠というところ。ここにはね、トタケケさんがライブをするらしいんですよね。で、ここに登録されているフレンドさんが集まるということです。まあね、フレンドさんが本当に操作してるわけではないけれども、自分の中にね、登録されているフレンドさんがここに集まって、そしてなんか、プレゼントもくれたりするらしいんですよね。まあこれはオートで多分ね、その日によってっていう感じなんでしょうけれども、今までのちょっとギフトっぽい感じなのかなという感じではありますね。そして毎日夜7時かな？トタケケさんのね、ライブが開催されるらしいです。毎日ってすごいね。ここでね、こうやって盛り上がったり、ライブを聞いたりできるということらしいです。そしてラストイベントがあるみたいです。この後動物の森ポケットキャンプの方でね、そちらがこんな感じで紹介されておりました。7周年ありがとう、ギフトプレゼント仲良しさんへ送ってみませんか、またその今までのねフレンドさんに送れるギフトもくださるみたいなのでね、嬉しいですね。うん、そして任天堂アカウントと連携すると毎任天堂のギフトで記念樹の苗をもらえるようですって。記念樹の苗、新しく始まる動物の森ポケットキャンプコンプリートのゲーム内で使えるっていう感じみたいですね。植えるんでしょうか、記念樹を、それが育つのかなっていう感じ。はい、これはね嬉しいなって、ちょっと楽しみかなって思います。そして気になる動物の森ポケットキャンプコンプリートですよね。新しく12月3日に発売される、配信される買い切り版のこちらのお値段、通常価格は2000円ということです。想像よりはちょっと安いなと思いましたね。もうちょっと高いのかなと思いました。はい、そしてさらに早期購入価格980円、2025年1月31日の15時までは980円で買えるらしいです。これはね嬉しい、これは私はもう買いますね、980円ということなので。はい、そしてこちらがもうねアプリの予約もできるらしいです。はい、だからまあ私はもう絶対買うかなと思うので、予約をねしようかなと思っております。皆さんはどうでしょうか。はい、ということで今日は動物の森ポケットキャンプが11月29日にサービス終了してしまうということ、そして新しい動物の森ポケットキャンプコンプリートという名前のね新しいゲームが2024年の12月3日に発売するということ、そしてね内容について公式さんから発表がありましたので振り返ってみました。自分自身ね、不明な点が分かってきたので良かったです。
そして新しいコンプリートの方もね遊びたいなと思っています。はい、よかったら皆さんの気持ちやね、今後はどうするか、新しいのはどうするかっていうこともね、コメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。 See you next time. Bye.